どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦しようと思います。さあ皆さん音楽始めましょう。今回取り上げたい曲は珠玉の昭和の名曲ヴィンテージソング、キングオブヴィンテージソングいきたいと思います。はい、こちらです。ドン。月がとっても青いから、月がとっても青いから、気持ちがいいんですよ、これ。で、この歌い出しはね、すごくこう、聞き覚えがあるんですけど、結構歌の中の、メロディーとかって、すごい難しかったです。これはでも面白いんですけど、入門コード4つですよ。嬉しいやつです。この曲はなんとですね、1955年のリリースです。はい。菅原都子様という方が、歌唱しておられて、なんとですね、紅白、NHK 紅白歌合戦で歌われた、この世で一番最初に歌われた一曲ということでね、歴史の1ページを刻む名曲でございます。思いっきり歌っていきましょう。いつものように2バージョンかと思いきや、今日はですね、2.5 バージョンです。というのもですね、これ後で解説するんですけど、まず最初のバージョンは、初心者様でもなるべく簡単にできる、超ゆっくり簡単バージョン。入門コード4つですからね、これ初心者の方でも、ウクレレ演奏できます。はい。やります。ゆっくりやって。で、次のバージョンは、8ビートのチャレ、かっこいいバージョンです。これがね、一番こう、なんかこう、キメも入って、一般的にかっこいいと思うんですけど、さらに今回は、その上、スカビートバージョンということで、ちょっとこのスカビートでやったらすごく元気もりもりでね、可愛らしかったんで、ちょっとだけ、それもお届けしようと思います。今回は珍しく 2.5 バージョンというか、まあ3バージョンでね、お届けしようかというふうに思います。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、私ずっと音楽やってみたかったんだけど、全然チャンスがなくて今までやったことないんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど、難しくて挫折しましたみたいな方が、あっという間に、このちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるよというプログラムが、このガズレレオリジナルで、あります。このガズレレのね、この簡単プログラムがめちゃくちゃわかりやすくて簡単で楽しくてどんどん上達できるんで、今全世界中の方からもう何十万人もこのガズレレで音楽始めてます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらここにリンク貼り付けます。ここのリンク先にジャンプしてもらって、このね、YouTube 動画をね、順番に見ていくだけで、どんな方でもあっという間にこのちっちゃいプレイ弾いて歌う弾き語りができるようになります。しかもこれ YouTube 動画ですから無料ですからね、皆さん今すぐ音楽を始めましょう。はい。じゃあこのプログラム、ここにリンク貼り付けますよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本で簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲以上もアップロードされております。皆さんの好きな曲あると思いますよ。はい、もしやりたい曲あるな、やってみたいなと思う曲があったら、曲名スペースガズレレで YouTube の中で検索してもらうと結構出てくると思われます。ぜひやってみてください。それではやっていきましょう。月がとっても青いから、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、入門コード4つでやってみます。 1,2,3,4 月がとっても青いから、遠回りして帰る、ある数字かけろ、なりきちは
青いからガズレリリーシンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。はい、いかがだったでしょうか。ほっこりする素晴らしいいい曲ですよね。なんか本当落ち着くというか、なんか月がこう思い浮かぶような優しい素敵な曲だなと思いました。思いっきり歌っていきましょう。これね、やっぱりね、大先輩と一緒にセッションするにはこの曲最適だと思います。ちなみに今はフルコーラスで3番までやりました。あ、原曲はですね、前奏とか間奏がすっごい長いんですけど、でもここガズレリ弾き語りチャンネルということですので、前奏と間奏はなるべくこうショートアレンジさせてもらって、歌をねこう中心に取り上げております。ぜひゆっくりでやっていてください。まずはね、ひとまずガズレレの YouTube の簡単バージョンに合わせて練習してください。歌詞とコードが出てますからね。まずね、1個目のゴール設定としては簡単バージョンのガズさんと一緒に同時にねセッションできるようになったらゴール達成だと思います。そこまでできるように頑張っていただいて、できるようになったらおめでとうございます。次のステップいきましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレリ YouTube チャンネルを一切見ずに、皆さんお一人だけで歌ってリズムを生み出し、これをやっていただきたいと思うんですけどね。でも最初からね、歌詞とコード全部覚えるっていうのは、いくら入門コードを打つとはいえ難しいでしょうか。最初は楽譜的なものを見て、ゆっくりでいいんで自分のペースでだんだん自分の中に落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって月を見ながら歌う、これがやっているといいと思うんですけど、でも楽譜どこにあるんでしょうと声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、これ見てください。はい、ガズがね、手書きで書いたこのね楽譜を見て今演奏してきました。もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いたらいいじゃんということでやろうと思うんですけど、今ねめっちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げている月がとっても青いからを含むガズが今まで手書きで書きまくってきたノート楽譜のデジタルデータになっているストックが山のようにあるんですけど、その中から毎月5曲皆さんがこの曲いいな、やってみたいなという曲をお選びいただいて、お手元に即座にダウンロードして即練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半から、ラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。月がとっても青いから、菅原都子様の歌唱によるもの、1955年のねリリースです。すごいですね。はい、見ていきましょう。はい、イントロです。これ本来だとすごいイントロ長いんですけど、先ほども言ったように、弾き語りということで前奏と間奏はちょっとねショートカットにアレンジさせていただいてます。これタッタカタとか、ね、書いてあるけど、これはねかっこいいバージョンではちょっとこうかっこいいキメを入れてみようと思います。で、この楽譜の中を見てもらうと分かるんですけど、ここに上に伸ばすって書いてあるの、簡単版ではここ伸ばす、この下にくるっと囲ってあるやつ、かっこいいバージョンではここちょっとキメを入れます。これちょっと後で解説します。あとここも簡単版では伸ばす、かっこいいバージョンでは止まるとかね、ここもタッターもかっこいいバージョン、これちょっとね、デモ演奏聞き分けてください。はい、コードは入門コード4つですからね、今こうやって写しとくので一時停止でメモ書きスタート、それがですね、さっき紹介させてもらったガズクラブで、この楽譜のデータそのものをダウンロードしていただくのもめちゃくちゃいいと思います。はい、ガズのノートの特徴はいつも言ってますけど、この点ね、月がとっても、これ V が書いてある、一回休符が入ってから月がとってでも青いから、はい、このね点でタイミングを測ってます。これがすごく有効で利用できると思います。まず1番書いていってください。
はい、でここ間奏をこうやって入れるんですけど、でこれで3番まで今演奏したじゃないですか。これコード進行全く一緒なんですね。で歌詞が変わるだけなんで、2番と3番はですね見てください、ほら、2番と3番で、歌詞をですねダブルで書いてます。この上の段が2番です、下の段は3番、1個しか書いてないところは両方共通ですね。なんでちょっとこう場所の節約ということでこんな風に書かせてもらってるんですけど、わかるかな。はい、それでフルコーラスバージョンで再現しております。はい、コード進行は1番と全く一緒ですからね。はい、ちょっと参考に書き出してみてください。はい、 OK かな。でこれを3番まで繰り返して終わったということになっております。はい、出てくるコードは入門コード4つ嬉しいやつ C と Am、 FG7。 これはですねウクレレ習った人が一番当日30分で覚える最初の、コードですから、これはもう大丈夫でしょう。一応確認しておきましょう。はい、ここにダイアグラム貼っときますけど、 C2 のはこの一番下の3番目、これ1本だけよ。 Am2 のこの上1本だけよ。はい、ガズレレで言うと C は下1本、 Am は上1本、 F はこことここ Am のとことこの2弦の1個目のとこと、こういう風に立てる、指を立てる、これは斜めです。 F G7 はこことこことここ、 F の人差し指を残したままこことここでこんな風に押さえる三角形。 F から行くと手首をこう斜めにして G7 ここ入れてください。はい、これは G7 は三角形って覚えます。 C は下1本、 Am 上1本、 F は斜め、斜めね、斜めのイメージ、斜め。 G7 は三角形、これで覚えるのがコツでございます。はい、どんどんこの4つのことで弾いていっちゃいましょう。はい、じゃあね、こっからちょっとかっこいいバージョンの解説入っていこうと思うんですけど、まずね、今日言ったんですけど、今日はね、3バージョンでいこうと思います。今のね、シンプル簡単バージョンは1個のネタでしょ。次のバージョンは、8ビートのチャというリズムでやりたいと思うんですけど、その後続くのが、スカビート。このスカビートっていうのはね、結構この曲にぴったり合ってね、もう元気になっちゃうやつなんで、ちょっと今日はね、どうしてもこれをね、1番だけやります、スカビートは。で、この後は8ビートのチャのバージョンでやろうと思うんですけど、まあ、どっちにしろ、今映ってる2つのリズムの解説、ここにやっておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説レッスン動画が、そこにアップロードされていますので、じっくりちょっと見ていただきたいんですけど、この後の後やるスカビートはちょっと難しいんで、まあ、参考程度でいいと思うんですけどね、こう面白いリズムがあるよということで、ご認識ください。これからやる8ビートのチャっていうのはガズレレでは一番基本になってるリズムなんで、これで元気モリモリバージョンでかっこいいバージョンをやっていこうと思います。なんですけどね、ちょっとキメが満載なんですよ。その細かいキメを今からちょっとずつ解説していきます。まずイントロ、はい、こんな感じ。さっきも言ったけど、タッタカタッタってなんか書いてあるでしょ。これはですね、ちょっとマーチっぽい感じのキメを入れていただいてます。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、タンタカタッタッタッタンですね。タッタカタッタッタッパーンって、こんな感じ、ちょっと元気になっちゃうマーチっぽい感じ。これをやりたいんですけど、これ結構難しいんですよ。ここだけ要は16ビートのジャンジャカジャンジャンジャンって手の動きが柔らかくなって、しかもカッティングまで入っちゃうね。聞いてると楽そうに見えるけど、これやってみたらわかるけど、なかなか難しいですからね。タッタカタッタッタッタン、はい、リズムに乗って、がとってもと入っていきます。これはね、ちょっとすごい高度な技なんで、ここちょっと難しかったら、まあ、例えばみたいに止めるとかアレンジしていただいてもいいと思います。ちなみにこのタンタタタンタっていうのは、ここだけ16ビートとカッティングという要素が加わります。タタタタタタ、左手で音止めてる。これカッティングって言うんですね。これカッティングが面白そう、やってみたいと思った方、さっきのリズムいろいろのね、ガズレレホームページの1枚にカッティングのやり方書いてあるんで、そこでちょっと やり方勉強してください。このね、このタッタカタッタッタっていうのが感想のために入れていこうと思うんですよね。これ結構可愛らしくなるんで、ちょっと挑戦、ぜひ慣れてきたらしていただければなというふうに思います。じゃあ曲の中でもね、いろんな決めが入ってくるんですよ。ちょっとやってみると、思い出の込み位置を、この後半のところからいきますね。せーの、思い出の込み位置よ、ね、今のところわかる？ちょっと細かい技なんですけど、ゆっくり。思い出の込み位置よで一回 F で止まるんですね。それその後、腕なんですけど、腕、うの時に G7。ちょっともう一回分析してね。思い出の小道止まる。で、わかったかな。F、F、F で一回止まって、腕のうの時に G7 入れるんですね。もう一回。思い出の小道よ。で、ここのちょっとした決め。
これもね、ちょっとこれね、メリハリが最高なんですよね。はい。で、その後も、止まるとかね、伸ばすとか、そういうのはあるんですよね。ちょっと思い出のコミチから最後までやってみましょう。せーの、思い出のコミチよ。腕を優しく組み合わ、止まる。二人きり。ってとこちょっともう一回やると二人きりで、せーの、二人きりでで一回止まって、さーってまた G7、 ここもさっきのに似てますけど、ゆっくりやるよ。二人きりでで止まる、たー二人きりで、さー、はい、でで止まって、さーでまた G7 弾く。ここ小技ですけどね、こういうのがね、ちょっと結構、あの、なんていうのかな、メリハリがかっこいいんでね、ちょっともう一回思い出から最後まで、思い出の小道から、せーの、思い出の小道よ、腕を優しく組み合わる、二人きりで、さあ、どうでしょう。この辺がね、細かいんですけど、これかっこいい。で、ちなみにこの決めはですね、1番、2番、3番、全部同じ感じで入ってくるんで、ここら辺が注目ポイントでございます。はい。でね、ほんと、たったかたったったがやっぱちょっと国内難しいけど、他の決めはね、結構比較的簡単にできるんじゃないかなというふうに思います。ぜひともこれね、じっくりチャレンジしていってみてください。それではね、8ビート版ジョンの、8ビートのチャのバージョンのかっこいいバージョンを、この後やります。で、続いてすぐにスカビートも行くんですけど、ひとまず、8ビートバージョンご覧になってください。やってみる。ワン、ツー、サン、シー。月がとっても青いから遠回りして帰ろう。あの鈴影のなびき地は青いから、8ビートのチャのバージョンで、これがね、あの本当に一番王道のかっこよさだと思います。で、さっきも言ったんですけど、この後、第3のレッスン動画としてスカビートちょっと取り上げたいんですけど、スカビートちょっとやってみると、なんかすごい元気になるでしょ。これ難しいんですよ、このリズム。ちょっとね、 A メロやってみると、月がとっても青いからお前が来て帰る。これね、簡単そうに見えるでしょ。これ一回ずつ全部カッティングを入れて音をツッパッツッパッツッパッって切ってんですよ。で、チャを弾いてアップでカッティング、これじゃないですよ。ズッターズッターじゃなくてツッパッツッパッ、
音が切れてる。これがスカビートのかっこいいところなんですけど、この曲でね、スカビートめちゃくちゃリズム合うなと思って、これ原曲を聴いてる時にこんなようなね、こう、ちょっとね、跳ねてるね、可愛らしいリズムだったんですね。これをね、今回はちょっとデモ演奏ということですけど、一応スカビート、さっきのリズムいろいろとかでもね、ちょっと練習してもらって、これもね、リズムのね、めちゃくちゃいい勉強になると、裏でね、取るリズムなんでね、大体リズムがもうしっちゃかめっちゃかになると思うんですけど、こういう面白いリズムもあるよということで、今回ご紹介させていただきたいと思います。まあまあ、一番だけでね、ちょっとこのデモ演奏ということです。ご覧になってください。月がとっても青いから、スカビートバージョンでやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。青いからスカビートバージョンいかがだったでしょうか。これすごいなんか躍動感生まれるんでしょ。ちょっとこう踊りたくなっちゃう、小踊りしたくなっちゃうような、ね、元気もりもりバージョンでしたけども、はい、まあいろんなリズムで、曲音楽ってね、奏でるとね、それぞれ の景色が変わるんで、そこもまた面白いところでございます。さあ皆さん、思いっきり歌っていきましょう。夜空ね、今月が綺麗な時期ですから、寒くてこう空気澄んでますからね、月に向かって歌っていきましょう。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか。これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、この後紹介するリッドミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リッドミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上と大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。